歌っていくか。待って、今ツイッターに YouTube の URL を一回流しとこう。なんか調子悪いみたいだしな。これで問題はねえかな。何がニャオースタッパーバカしい。12月から、そうそう、そこら辺は後で修正しておくから。何がニャオースタッパーがバカしい。ちょっと今日は負けていくぞ。さすがに終わらんからな、このペースでは。ああ、少し眠くなってきました。12月入ったところからだ。文字前か。でいくよ。その前にツイッターに1個画像を投稿しておこう。昔作ったスタバおこすを。食を頑張って作ったな、これ。メガニアオースタッパーバカしい。今日は2019年をに行く。今日は2018年を終わらせるぞ、もう。じゃあ、2018年12月の任天堂スイッチを振り返っていくぞ。2018年12月はあれか、モンスターボーイがあったんだな。画像大丈夫かな、こんな感じか。お前たちの平成って見にくくないか。見にくくなんかないや。モンスターボーイね。これはあの、昔モンスターワールドを作った人が、改めて作った新作ね。西沢隆一。何気に任天堂スイッチってこの、モンスターワールドの関連作品結構充実してるんだよね。何がニャオースタッパーバカしい。これやってないんだよな。東京ゲームショーで体験プレイした感じはなかなかね、面白そうだったんだけど。いろんなね、モンスターに変身しながら進んでいくゲームでね。もともとはセガマーク3から始まったやつで。オリジナルのその、モンスターワールドはね。で、スイッチだと、この一作目のワンダーボーイと、2作目のモンスター、あ、なんだっけ、これ、なんかややこしいんだよな。結構出てるんだよね。4本ぐらい出れたね。1作目と、1作目のシリーズ作品のリメイク版と、1作目のリメイクと、制作者による新作のモンスターボーイ、4本出てるか。翻訳、怪しいのか、モンスターボーイ。そら困るな。よし、こんな感じか。もういいだろ。このくらい喋ったら次行こう。あ、これはイマジニアのリトルフレンズか。これ評判聞かないけど、どういう感じなんだろうな。大劇ワールドのビックリマンワールドは関連作でいいのかな。ちょっとあれだ、コメントにかぶっている。ググッとな感じかな。夜勤行ってくる、行ってらっしゃい。テールで買ったゲームしながら見るぜか。動物ゲーだな。グラフィックはなかなかリアルな感じだよな。フォローなんかすげえセールやってるよね。今セールやってないけど、普通にセールで200円くらいにしょっちゅう下がってるんだけど、評判がめちゃくちゃ悪くて。ちょっとね、コメントでも前もらったもんね。ちょっと、これはやばいみたいな。SF ホラーアクションか。ちょっと面白い方ではあるんだけどね。よし。このくらいのペースでいこう。ザ・バグ・ブッチャー、ダブルドラゴン・ザ・リベンジにティンクル・スター・スプレッツ。ティンクル・スター・スプレッツはな、かわいいよね、キャラ。ザ・90年代って感じだ。96年。対戦シューティングね。数多くのシューティングが影響を受けた。対戦型のシューティングゲームだ。結構難しいんだよね。かわいい。で、ダブル・ドラゴン2ザリベンジ。
これは一応ファミコンにも移植されたんだけど内容全く違うからね。で、ラブドラってあのアーケードとファミコンで全然内容違うから、ほぼ別のゲームって言っていいからね。俺はファミコン版のこれやったんだけどさ、もうマジでゲームバランスがきつくてね、ラブドラよりきつかったな。だいぶ苦行めいてる。もう別物というかもう完全に違うゲームなんだよこれ。ストーリーも違うしステージ構成も違うから全然違うし、ラスボスも違うからね。そう、このね、棒持ってるやつがさ、はいはいはいってこう3回ぶん殴ると体力が8割くらい吹っ飛ぶっていう、そのだから棒持ってるやつに捕まったら死ぬっていう。だからファミコン版がもう、ファミコン版は移植じゃなくてリメイクだよねあれは。俺のでもね、アーケード版ですげえ苦労したんで、ファミコン版のエンディングは結構グッときたな。ファミコン版のエンディング結構超展開なんだけど、先にアケ版やってるとなんかグッとくるんだよな、あれ。あ、よかったってなるよね、あれ。アニマス、これ確か、スマホからの移植で、ダークソウル系の、スマホでダークソウルやるぜ、的な感じで作られたゲームらしくてね。今、続編も出てるね、これ。お、デザートチャイルド。これはなかなか結構気に入ってるゲームだな。これはデビュー済み。バイクレースに出場して、持ち上がっていくみたいなゲームで、このね、街のグラフィックがめっちゃやばいっていうね、デザートチャイルド。あとはこれあるけど、配達とかね。配達、ピザのこう、配達ミッションとか。え、アブデレバグ増えたのか。マジか。それ困るな。面白いのね。これね、なんか、TV かなんか見てほしいわ。この街のグラフィックがマジでやばいんだよ。静止画で伝わんないんだけど、このままなんか、ぐりぐりこう、キャラクターが動いて、でなんか、エリアによって視点が全然変わるんだよね。これ今こう、前景だけど、この通り道入ると、真上から見た視点になったりとか、こういうなんかこう、街を歩いてるのがすごい楽しいゲームだった。戦闘結構ね、大味で雰囲気を楽しむゲームって感じなんだけど、その雰囲気が素晴らしいんだよね。ラーメン屋でラーメンを注文すると、ちゃんとラーメンのドアップが出てきてさ、主人公が食ったりとか、そういうのは楽しいゲームだな。なんか、たけしの挑戦状に近いかもしれん。ちょっとだけ。何がにゃおっさぱばしい。今日はもう、2018年は終わらせるよ。で、エバースペース。大乱闘スマッシュブラザーズ SP! これもう2018年なんだ。なんか2019年くらいの印象あるわ、これ。スマブラ。スマブラって2019年の12月じゃなかったっけ？いやーすげえ。あ、デイジー。すげえな。圧巻だな。改めて見ても。改めて見ても圧巻すぎるな。スマブラは面白いけど、もうなんかすげえよな。ゲーム業界の歴史そのものって感じになってきたもんね、もうね。いろんな意味で。マブラはなぁ。マブラはやっぱりすげえなっていう。まだ続いてるもんな、スマブラは。BGM がね、BGM だけでもう、BGM だけでおかしいもんな。DLC 何くんだろうな。コードシフターはすごくはなかったよ。BGM は良かったけど。なんかゲーム業界なんかもうゲーム業界オールスターだよな、もうな。あ、多分ね、任天堂スイッチが終了するときまで売れ続けるゲームだろうね、これも。マブラね。で、スーパーガチャポンワールド。SD ガンダム X。これはGジェネだっけ？スイッチ版のGジェネの特典だったやつの単品版ね。スーファミで出たやつの移植版。
そうそう、ジェネシスの特典ね、あのバンナム商法ね、最近のここ数年のバンナムがやってる新作のキャラゲーに移植されてない昔のキャラゲーをつけるっていう、そういう戦闘スタイル。ドラゴンボールファイターズにはスーパーブドウデン2をつけるし、で、G ジェネ、新しい方の G ジェネには、バンダースワンのモノアイガンナムズをつけるし、みたいな。あと、3DS のクレヨンしんちゃんには、スーファミのクレヨンしんちゃんつけます、みたいな。単品で売るときもあるけど、売らないときの方が多いよな。最近の戦闘スタイルな。ギャグラバーに見ると、あ、戦乱神楽か。ビーチボール。さすがに、忍びリフレに比べると、話題になってなかった印象だな。まあ、高いからな。ピンボールゲームか。ニンテンドースイッチのピンボールゲームはこれと、スターサインのやつと、あと、何があったっけ？あ、ヒーロー戦記もあったね。ロストヒーローズ2のね。アグラシルドやってないんだよな、全然な。キングダム2クラウンズとかもね。やべえ、やばいの、もう語りたくないの入ってきたな。シネモラね、シネモラ、これは須田光一が少し関わってたやつだっけ。シューティングゲームちょっとやったんだけどね、グラフィックがすごいんだけど、なんかめんどくさい初見殺しが多いのと、翻訳がちょっと微妙、翻訳というかなんかフォントがすごい微妙だった記憶あるな。シネモラ、もともとは Xbox のシューティングだったよね。あ、スターウォーズもあったか。あ、ニーズヘックね。ニーズヘック2。これは一作目はなんかもっとレトロなさ、空手家みたいなグラフィックだったんだけど、2になって急に、ケミカルというか、色彩豊かに生まれ変わったんだよな、ニーズヘック2。ニーズヘッグ1、ニーズヘッグか。ニーズヘッグ1はね、やったんだけど、やっぱり対戦がメインのゲームであって、一人プレイではそんなにだったな。これ日本ソフトウェアだな、ローカライズが。このウィンドウを閉じたら俺は、語らなければならない。語らねばならない。デーダロス。ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデン・ジャズ・ブルーベリー・アイ。はい、これね、探偵神宮寺三郎シリーズ新章始動。神宮寺三郎シリーズのなんかスピンオフというか、なんか新シリーズでね、若い頃の神宮寺三郎が舞台で、グラフィックもね、こうガラッと変えて。ブルーベリー・アイは関係ない。このね、パッと見はこのほら、雰囲気すごいいいじゃん、これ。アビーロードでさ。ビートルズのアビーロードでさ。すごいね、グラフィックがおしゃれな感じで。まあ、気になったのがさ、これまでの神宮寺三郎とは違う方向性なんだけど、でもなんか、シリーズで一番人気のある、夢の終わり2の前日談っていう、なんか中途半端な。これまでのシリーズファンに向けた作品なのか、新規に向けた作品なのかがちょっとこう、ブレてんなっていう印象があったんだけど、実際やったらそういう次元ではなかったっていうね。なんか新築の家がネタ箱で全焼したみたいなゲームだった。2018年は神宮寺三郎シリーズが2本も遊べちゃうんですかっていうね、ワクワクしてたんだけど、ワクワクした結果がこれだよ。いやマジでね、ストーリーもむちゃくちゃだしさ、トリックもなんかその話が飛ぶんだよなえっていうなんか展開もツッコミと、これ神宮寺三郎気づかねえのみたいな。神宮寺三郎が泊まっているコテージがあるんだけど、ここに神宮寺三郎が眠ってる間に侵入されて、部屋の壁にでっかくこう警告の文章書かれたりしてんのに神宮寺三郎が気づかねえとかさ、
なんかそういうツッコミどころが多い。ネタバレですよ。だから神宮寺三郎が起きると花瓶でっかくこう警告のねメッセージが書かれてるんだけど、睡眠薬とかじゃないんだよね。なかったよね、そういう説明は。気づかないうちにメッセージ書かれてたっていう。で、夢の終わりにの前日さんって言ってるんだけど、どうこれ繋がんのっていう。あの、その夢の終わりにっていうのはさ、その夢の終わりにの劇中でなんか神宮寺が昔ニューヨークにいた頃こういうことがあってっていう話が少し語られるんで、じゃあこのダイダロスはそのそこら辺をやるのかなと思ったら全然やんないっていう。全然やんないっていうね。あれやるんじゃないのっていう。夢の終わりにで少しだけ触れられた話をやるんじゃないのっていう。陽子くんもさ、これ陽子くんなのっていう感じだったよな。どうやってこれが本編の陽子くんに繋がんのっていう感じだっただろうな。エピソード0かなと思ったら、エピソード0の3つ手前くらいから始まるみたいな。エピソード0の3つ手前から始まって、エピソード0が始まる前に終わるみたいなゲーム。こんな感じだな。エピソード0ではなかった。グラフィックもね、いいんだけど、一枚絵が全然ないから、なんか、決めのシーンとかちょっとしょぼいんだよね。あと、ダイダロスっていうタイトルもちょっと気になったな。これそんなに重要な単語じゃなかったよね、正直。ダイダロスのこの、ダイダロスって単語もそんな重要じゃなかったしさ。新シリーズ新章始動って言ってるけど、こっから今、1年以上経過して続編の話は ないよね、今。神宮寺シリーズ。テーブもそうそう、特定の部分でしか、確か特定の部分でしかセーブできない上に、複数セーブできないんだよ。複数セーブ不可能、セーブ特定の部分だけ、で、マルチエンディング。スキップもなかったっけ、最初。アップデートで少しなんかそこら辺が改善されたんだよね。神宮寺のタイトルつけなかった。でもほら、探偵神宮寺三郎シリーズで前日さんって言ってるからな。そういう悲しい事件がありましたよ。で、これはグリスだな。あのすごい話題になったやつ、話題になったこうグラフィックがものすごいインディーゲームだな。これやってないんだよな。ブルーライダー、ブリングゼモール、あ、スプロージョンマンもあるか。ミズスプロージョンマン、これはあのスプロージョンマンっていう、あの自爆して先に進んでいくっていうアクションゲームがあって、その続編なんだよね。これ続編だっけ、スピンオフだっけ、続編か。これ多分あのミズパックマンのパロディだよね、これ間違いなく。パックマンの続編がミズパックマンってのに引っ掛けて、ミズスプロージョンマンにしてるよね、これ。セクシーだな。これ、元は Xbox360 だっけな、これは。お、あ、360か。単調途中で飽きる。ランボーね。これはあの、いろんなインディーゲームのキャラクターが集結したやつで。すごい多いんだよね、これ。なんかその爆発生命体みたいなやつ、ね、炎のこう塊みたいな生命体だから爆発しても OK みたいな。ほらほら、ここにあの右下がフリーダムプラネットで、横側のユニティちゃんで、上側のなんだっけ、なんとかアタックで、その上があの覆面闘士 で左がそうスチームワールドのラスティね。で、他にもあの、ガンボルトもいるし、結構ね、メンバーが豪華だったんだよな。
暖房。最大8人プレイだっけ？そうだな。プレイ人数、最大8人。インターネットだったら9人までいけるってやつだな。トロジョンマンジュニア。ファイトオブコッツね。神様同士の殴り合い。ファイトオブコッツ。まさかね、古戦がこれをローカライズするとはっていう。新王権では、まあ、でも新王権に近いか。キリストとかね、キリストとか、アバテラスとかそこら辺が殴り合う格ゲーね、話題になったやつ。チーム版がすごい、話題になったやつな。殴り合うんですよ。サンタもいるからね。これ買ったけど、取ってやったくらいだな。で、ユキンコ大旋風。これもともと、危機開会2だったんだよね。もともと PS2 かなんかで、Wii だっけ ?PS2 だったか Wii だかで、危機開会2として開発されていたんだけど、変更になって、オリキャラとして発売されたっていうね。これね、プレミアがそう、確か、鶴ヶ谷でこれ9万ぐらいしてなかったっけ ?PS2 版。なんか、数万円のプレミアがついているゲームね、これ。ユキンコ大旋風。ちょっとやったけど、なんか、2ぐらいだったな。9万ではなかったっけな。数万円のプレミアがついてる。待って。今、鶴ヶ谷で、ルガルは大旋風何週まであるのわからん。うわっ、えこんな高いんだ。すげえな、頭おかしいな。現在スルガヤで16万8千円しますね。もっと高くなってた。PS2 で一番レアなんじゃないかこれ。値段ありがとう。なんとね、この PS2 で16、PS2 版が今中古16万8000円するゲームが、なんと今、これいくら、これいくら、しまった。しまった、今日ログインしてあったから。がなんと今1500円でプレイできちゃうんですね。多分1000本も、売れてないんじゃねえかな、PS2 版。で、Wii 版は確かね、1万とかだっけ。Wii 版はそこまでじゃないんだよな。1500円なんですよね、今。よし、12月13日まで来た。で、お、アーケードアーカイブズのアテナ。キングオブファイターズでね、おなじみのアテナのデビュー作な。シンフォニックレインこれすごい評判いいんだよな。定期的に半額セールやるんだけど、インナリス買ってないんだよな。なんか PC からの移植でね、音ゲーとアドベンチャーゲームを組み合わせた内容ですごくいいっていう話を聞くんだよな。なってんだがまだ買ってないんだよな。 PC からの音楽家を夢見る若者たちが集う音楽の街を舞台にしたアドベンチャーゲームか。別人やぞ。一応そのルーツはね。ソニックレインね。ナンプレ。トランシスター。ギルザ・バッドガイ。これはあれか。ギルティギアとは無関係か。商売ロックじゃん、確かに。ミリシティではない。メタルスラック。猫ネイビー。シューティングゲーム好きな人に、スイッチでおすすめのシューティングゲームはって言ったら、大体、これをあげると言われている猫ネイビーね。猫ネイビーはいいぞ。何がニャオースタッパーばかしい。これはハマったな、面白かった。
キャラクターも可愛いしね。ゲームバランスはすごいいいんだよね、これ。ボムを使いまくって先に進む感じがいいんだよね。猫感5つ。そう。ライブちゃん評価は猫感5つ。猫ネイビー。何がにゃオーストップはバカしい。スイッチのシューティングゲームだったら、これか、オリジョかな。オリジョどっちかな、難しいとこだな。方向性 が結構違うからね。値段は、1280円。安い。実はですね、ライブチャンネルっていう YouTube チャンネルで、この猫ネイビーのレビューを行っているんですね。動画でね、ゲームのこう、見どころを紹介しているので、ぜひともよろしくお願いしますね。怪しいチャンネルではない。ちょっと一回ログアウトしておくか。値段わかんないから。ご覧のチャンネルで動画公開中です。ログアウト。ログ8できた。これで見やすくなるな、確か。ご覧のチャンネルで確認できるんですよ、動画がね。ご覧のチャンネルで見れます。イプキス。イプキスは、あ、これ確か、これはあれか、単になんか、あんまり関係ない移植作品か。エンターグラムの、エンターグラムめっちゃ出してるよね。18禁ゲームの移植をめっちゃ出してるよな。で、ドーナッツカウンティ、これは、あ、この辺は結構あれだな、注目作多いな。ドーナッツカウンティ、ファイヤーウォッチ、日本マラソンと、インディーゲームの人気インディーゲームがこう一気に来ている感じだな。キミキスと間違えた。キミキスかなんかと、なんかをこう思い出したんだけど、関係ないね。ドーナツカウンティも、これも結構話題になったよね。ジョイコもやってたし。こうなんか、道に開いた穴を操作して、いろんなものをこう吸い込んでいくっていう、ね、パズルアクションゲーム的な感じの。パズルではないか。アクションゲームだな。穴になれ。ファイヤーウォッチはなんだっけ、森林警備隊じゃない、自然保護区か、自然保護区森林火災監視員となったことが主役で、こうなんか話を進めていくやつだよね。最近流行りというか、ウォーキングシミュレーター系のゲームだっけこれ。ファイヤーウォッチ、これもやってないな。PSO 版買ったかな。日本マラソンね。もうなんか、ド直球のバカゲーでね、アークシステムワークスがローカライズして、ベギン、勇敢な、走る、行く。今はなき、ロッツさんもお気に入りのファイヤーウォッチ。ロッツさんなんか、ニコニコでの配信はもうしないって言ってたね。コミュニティももう、消しちゃって。これちょっと、一人プレイではきつかったわ、正直。日本マラソン。最大8人プレイのゲームだからさ、多分。なんか、友達同士でやれば楽しいんだろうけど、一人プレイはもう、ストーリーもしんどかったし、ゲーム部分もちょっとな、あんまり。そういえば、アーケード版が今度、稼働するんだっけ？アーケード版稼働してどうするんだって気もするけどな。あ、俺はちょっと、評価厳しめかな、日本マラソンは。鬼武者。急に復活した鬼武者ね。たまり魂、アンコール。なめこのパズル。なかなかね、ありますね、いろいろ。明け明かは、まあ、ほら、配信だからな。鬼武者急に復活したよね。なんか、手応えがあったら、続編とかも出すつもりだったのかね。
これ来た時はもう俺とうとうカプコンもバイオとデビルメイクライを移植するに飽き足らず鬼武者も来るかと思ったんだけど、結局これ一本だけだったよね。鬼武者2の方は出なかったよね。そうそう、いろいろあったんで BGM は全部差し替えになってるっていう。あ、放課もあったね。そうそう、サムラコーチじゃなくなってるんで BGM。 金城武史も再録したらしいから、多分上手くなってるんじゃ ないかな。当時より。鬼武者ね、で塊魂で、今モジピッタンが出ようという、出たんだっけ、もうすぐか。塊魂ファンコールに続いてモジピッタンのファンコールがもうすぐ発売されるというね。モジピッタン4月か。結構じゃあ間隔空いたんだな。2018年の12月に塊魂がファンコール来て、で2020年の4月にモジピッテンか。ドリラー欲しいよな。スタードリラーは出してくれてもいいんだけど、ね、で、ザ・ナメコのパズル。これはなんとD3 パブリッシャーがね、送るゲームなんですよ。D3 パブリッシャーがね、3DS 発売されたザ・ナメコのパズルのスイッチ版を出すっていう。サクセス、そう、サクセスじゃないんですよね。なんか違うんですよ。なんかサクセスじゃなくて D3 パブリッシャーなんですよ、これ。パッケージ版もこれ買いましたね、俺。正直、これ、ちょっと、定価2000円だけどね。ボリューム的には700円ぐらいが適切かな。3DS 版からこれ基本内容変わってないみたいなんでね。こんなに。あ、パズルゲームだからな、こういう、よくある感じの。ナメコを3つ揃えて消していくやつね。今日は12月は終わらせるよ。クニオくんザ・ワールドクラシックスコレクション。これ良かったよ。これはね、なんかもっと話題になって良かったな。18タイトル。ファミコンで発売されたクニオくんシリーズを全部収録した内容なんだけど、これすごいのがさ、これあんまり広まってないと思うんだけど、ちゃんと中世版もこう含まれてるんだよ。ファミコンのクニオくんのこう、取り落ちを減らしたりとか、バグを修正した中世バージョンも選べるんだよ、これ。ちらつきとか処理落ちをこうなくしたバージョンもこう一緒に収録してるから、今だからファミコンのクニオくんをプレイするんだったらこれしかないっていう、そういうやつなんだよ。オンラインも対応してるんですね。オンラインに対応しているせいか、これ結構時間かかったよね、これ。これ結構発売延期して、相当これ、なんか、待った記憶あるな。ワールドクラシックスコレクション。そう、ラブドラがね、ダブルドラゴンの、ワン、ツー、スリーがこう、おまけで入ってるんだけど、なぜか3問とも日本語がないっていう。ラブドラだけ。で、これ海外版があるんだけど、海外版はもうなんか、ラブドラがメインって感じなんだよね。海外版のパッケージは。海外版のパッケージは一番前にラブドラがあって、その周りに、クニオくんっていうパッケージになってたね、やっぱり。ラブドラの海外人気の高さが伺えますな。ラブドラ3本もあれかな、やっぱり海外版用に入れたって感じかな。英語なのはさ、ニオクも長いね。メーカーを変えつつずっと続いてるから素晴らしいね。小林さんの話はするんじゃない。100円なら十分だろうし、100円ならな、100円で楽しくないゲームってあんまりないからな。ラブドラ4も気合は入ってるんだよね、ほんとちゃんと考えて作って、でこう久しぶりの新作だから過去作のキャラクターもすごいいっぱい入れててさ、ちゃんとこう頑張って作ってはいるんだけど、
頑張って作ってんのは分かった上でちょっとなって、小林さんは100円でもちょっと俺はおすすめしないけど。でバトルプリンスでマデリン、これは確かあれだよね、あの中村がすごい好きな娘のためにお父さんが作ったっていうゲームだよね。中村好きな娘のために娘が主役の中村を作っちゃったっていうゲームだよね、これ。バトルプリンスマデリン。でも結構これ評判悪かった記憶があるんだけど、だいぶ。中村好きな女の子だよ、だから。いい話なんだけど、あんまり評判は良くなかった記憶があるな。バトルプリンスマデリン。そして、ルートレダーラストアンサー。あの、改作。ルートレダーの実写版ね。やったことはないな。これさ、感動的なシーンみたいに、こうなんか混ざってっけど、すげえしょうもないシーンだったよ、これ。いや、ルートレダーね。厳密にはその、実写と通常版を両方収録 してるっていう内容ね、これ。マックスモードだ。お、ルートレターカフェに行った人がいるな。デイレイがいる、デイレイが。ちょっと勘弁してよ、そう。ルートレターを作った人の実況っていうのをね、シェラル TV でやった時に、俺が呼ばれて、で、作った人と、こう、ちょっとお話をさせていただきましてね。作った人とね、お話をさせていただきましたよ。ルートレターはなんであんなに売れたんだろうね。作った人のゲーム実況だから。そうそう、あ、ちゃんと俺のレビューを読んでくださったみたいでね。あ、でもすごい作った人いい人でね。本当に恐縮しながらの配信でしたよ。話を酷評していただいて。いや、貴重な体験でしたよ、ほんと。待って、ちょっと、どこだっけ？このチシララの画像を出したかったんだけど。あ、そうだな。ネタゲーって知った上でやればだいぶ違うかな。ただ、俺は普通にさ、新作のアドベンチャーゲームとしてやったから、ね、いや、チシララと縁ができたのは、もっと前からだよ。まあいいや。映そうと思ったけど、まあいいや。画像というか、その、俺のブログの記事かなんか出そうかと思ったけど。ただね、ラストアンサーはちょっとでも、悪ノリ感があったというかさ、ちょっとここら辺で終わりにした方がいいんじゃないかって感じはしたね、これ。ルートレター、そうだね、うん、目標。酷評っちゃ酷評じゃねえかな。ラストアンサーはそう、追加した量がちょっとね、悪ノリがちょっと入ってきちゃったから、まあやっぱこの辺で終わりにした方がいいんじゃないかなって感じだった。そう、でも、で、次の、ルートフィルムですよ、ルートフィルム。次の、ルートフィルムはこうすごい真面目に作ってるらしいから、すごい期待してるよ俺。2016年屈指の傑作。バカゲーとしては2016年屈指の傑作かもしれんけど。そうで、4月に延期しちゃったからな、ルートフィルム。ルートレターも正直、
真面目に作ってこうなったって感じだよね。で、ラストアンサーはそのネタにされたのに少し乗っかっちゃった感じだったね。ワンピース多分、いやこれワンピースだと思う多分普通にこれワンピースのパロディだと思うわ。だってなんかすごいしょうもないシーンだったしこれ。まあね、ラストアンサーはこうすごい真面目に作ってる、真面目というかそのルートレターの反省をちゃんと生かしてすごいものを作ろうとしているっぽかったんでね。リバーティはこれちょっと気になる使ってなかったな。リバージ風、リバージ風の 2D パズルアクション気になる使ってなかったな。WWA コレクション、これはあのなんかブラウザゲームの2000年代で人気あったブラウザゲームをこう全部まとめてやったやつだよね。リバーティア、リバーティアじゃない、 WWA コレクション。これ俺ちょっとね世代とずれてるせいかあんまり分かんないんだよな。発表された時はすごいなんか、あ懐かしいとか青春だったっていうコメントいっぱい見たんだけど、これはちょっとね世代じゃないからあんまり分かんないんだよな。デーモンクリスタル、そうそう、ライブちゃんまだ生まれてなかったからね、これ出た時はデーモンクリスタルはあの1984年に発売された、めちゃくちゃこうノーヒントのアクションゲームに親切機能をすごいいっぱいつけて移植した結果、なんか適当にやっても1時間くらいで終わっちゃうゲームになったのがこのデーモンクリスタルねまあまあちょっとやる分には楽しかったかな。いやこのゲームそのすげえ親切にした結果もうすぐ終わっちゃうっていうね。親切すぎたのかね。デーモンクリスタルもすごい確かに前に感じるな。2018年の12月20日か。そう、あの、一回100円セールで買ったんだけど。まあ、昔こういうゲームがあったっていうのを知るためにサクッとプレイするならいいかなぐらい。だったな。で、ドラクエビルダーズ2も、この時期か。すごい評判いいよね。ドラクエビルダーズ。あ、結構続くな、12月。クロノスワーク。これね、ケイロソフトと、テムコのやつだな。そして、フィットボクシング。フィットボクシングですよ、フィットボクシング。最近やってないな。ちょっと、一週間くらい、空いちゃったけど。今、何十万本、売れたんだっけこれ。相当人気だよね。そう、これこれで、体重、これはね、あの、何これって、よくぞ聞いてくれました。実はですね、このね、リズムに合わせて、パンチを繰り出すだけで、ダイエットができるっていう、そういうね、素晴らしいゲームなんですよ。60万本も売れたのか。膝はもう、大丈夫だわ。これ俺買って、しばらくやってこう体重がすごい落ちたんだけど、膝をちょっと痛めちゃって数ヶ月お休みして、で今年入ってから少しずつ再開してるって感じかな。これで俺何キロだっけ、8キロくらい痩せたかな。もうちょっと8キロか、7キロくらいかな。1、8キロ痩せてさ、ズボンのサイズなんかも一回り小さくなったからね。DLC 欲しいね。80キロじゃない。100キロ。まあでも、半年くらいやって、100キロだからね。
海外ではこれ、任天堂なんだ、販売が。ウーサーソー運動が。おすすめのプロテインは B レジェンドかな。B レジェンドは美味しかったから。でも高いんだよね。マイプロテインが安いんだけど、味で選ぶとなると B レジェンドの方がいいかな。テンズ味じゃないよ。ハメハメハージね。ハメハメハージ。ハメハメハージのプロテインがあったんだよ。コラボのプロテインでさ。それ買ったりしたよ、俺。お腹には、腹筋はちょっと、でも結構へっこんだか。マイプロのミルクティーはうまかったか。ハメハメハージ。1ヶ月ごとに知らないに登場した時の姿がやててて、すげえって思った。そんなにはっきりなかったかな。マイプロは種類が多いからね。確かにまあうまいのを見つけられればいいか。お、あとひふみんの道義道場、最近またにわかに注目が集まっている道義道場ゲームね。めっちゃシルエット変わってるか。そっか、明らかに違うか。そっか、そんなに違うか。売れたのかなこれ。これはどのくらい売れたのか少し気になるな。おねだりはしてくんない。あ、にゃんこ大戦争、これすごかったよね。にゃんこ大戦争発売した時にスマブラを押しのけてコロコロコミックの表紙だったもん、このゲーム。にゃんこ大戦争超ヒットテートルですよ。で、あのコロコロの付録ににゃんこ大戦争のパッケージがついたりしたんだよね。ダミーパッケージというか、パッケージ風のケースがくらい人気あったんだよね、にゃんこ大戦争は。そうそう、今もランキング常連だから強いよな。にゃんこ大戦争、まあ、ゲーム自体は単純なタワーディフェンスって感じだけどね。まあ、確かに子供でも遊びやすいか。キャラも結構受けそうな感じだもんな、子供に。ナメック星人みたいなのがなんかいるけど。今12位か。2018年の12月20日に出たゲームが未だに12位だからすごいよな。で、デイニーブロックのなんか適当なジグソーパズルゲームと、G モードのチキンの診断、空気読みに続くやつだな、これは。空気読みに続く診断ゲームね。みんなでチキンの診断。野生動物のジグソーパズル、確かに野生動物の。エブローブ、カラフルな希望。これ確か、ワーカービーだったよね、これもね。今 THQ か。これはあの、Wii で発売されて、結構、知る人ぞ知る名作って言われてたんだけど、スイッチにも移植されたな。ベリア。フレーズファイト。フレーズファイトはなかなか、まあ、ストリプレイだとちょっと寂しいけど、結構好きだったな、フレーズファイト。大学生が作ったってスイッチソフトね。リズムに乗ってこう殴り合う、簡単操作でできる音ゲーと格ゲーの融合って感じかな。フレーズファイト一回実況しなかったっけ、フレーズファイト。で、パズルボブルが出て、明らかでドンキーコングジュニアも出たか。ネットキャッチャーネッチもあったか。これはブラウザでやるオンラインのクレーンゲームをそのまんまスイッチに持ってきたやつね。何がにゃんおっさっぱーばかしい。だから、起動するとこれ確か、これあのね、起動してみると、スイッチのこう、本体のブラウザで動かしてるんじゃないのって感じだったよ、これ。単にこう、スイッチの内部ブラウザーかなんかに URL をこう、
張ってるだけじゃねえのって感じだった。結構そう実況してるんだよね。 VTuber というか YouTuber が実況してる印象あるな、これ。オンラインクレーンゲーム、俺一回だけやって、あの配信した時に一回やって、なんか無料で何回かできたんだけど、一回やっただけでもうこれ撮るの無理だろうってなったんで、それ以降やってないわ。それ以降やってない。クレーンがもう緩いっていう次元じゃなくてね。デイクラシアの羅針盤か、レジスタのなんだっけ、エヴァーセブンティーかなんかのオマージュなんだっけ、そんな話を聞いた気がする。レジスタのノベルゲームね。お、ディアブロ3もここか。ディアブロ3、新三国無双7で、ハットボックスの DPS とアガルタエース、これ面白かった。地形をガンガン削りまくってゴールに進んでいく物理演算を使ったアクションゲームな。これは面白かったな。ここに書いてあるけどね、地底世界の自然現象は現実世界と変わらない物理法則がヘルオートマトンを利用して再現されているって通りに、通りで、あの例えばその水に向かって冷凍ビームを発射したら水が凍っていくし、で湖の底をぶち抜いて溶岩に流すと蒸発していくしみたいな、こういう自然現象をこううまく操作して積んでいくっていうのはすごい面白かったよ、これ。アガルタエース、そう、一回100円のセールやってたんだよね。一回その100円のセールやってはいたけども、990円でも十分おすすめだと思うな。そうそう、だからあの適当に山なんかを崩すと生き埋めになったりするから慎重に進まないといけないんだ。でもそれはそれとして結構ご利用しも効くっていう、ここら辺のバランスが好きだな、これ。で、ゴーバケーションか、リードオンリーメモリーズ、あのバルハラと世界観が同じなんだよね、これ。結構珍しいのが、作ってる最中で世界観が似てるから同じってことにしようぜって感じでこう話が決まったんだよね、これね。リードオンリーメモリーズ、あ、結構疲れてきたな。リードオンリーメモリーズ俺買ったけどやってないんだよね、これ。バルハラと世界観が同じで結構 SF 的な雰囲気も面白そうだったから買ったけど、結局序盤で止まってやってないな。リードオンリーメモリーズね、これも人気作だな。よし、そろそろ12月終わるぞ。ピクセルアクションヒーロー、あ、確かに操作性が確かにね、なんか古いアドベンチャーゲームって感じしたな、やったけど。これね、テオンジャパンが送る500円のオンライン TPS ね、まあ、どっかで見たような、どっかで見たようなこうキャラクターがいっぱい出てくるやつな。これちょっとやったけど面白かったな、ゆるく遊べる感じの TPS ね。キューブライフではない。そして D3 パブリッシャーの集まれボーリング、まあ結構普通のボーリングゲームだったな。ジョイコンを使ってさ、 D3 パブリッシャーのゲーム結構このジョイコンを使ったさ体感操作ってのを押すんだけど、実際やってみるとそのなんか単にこうボタンのタイミングをジョイコンに置き換えただけっていう感じで、そんなに面白くはないんだよな、基本的にな。あ、これ俺、これも俺ちょっとやっただけだったな、一応買ったんだけど。 D3 パブリッシャーっていうより買ったんだけどね。いや、お、疲れてきたな。デーダロスにね消耗してしまったな。
はい。で、ギアナシスターズ。これ結構すごいんだよな、このゲームな。もともとこれ確か、マリオのハックロムだっけ？ハックロムじゃないか。スーパーマリオブラザーズの立ち物として始まったシリーズで。で、人気が出て、いろいろあったんだけど、今こう、ちゃんとしたこう、独自の新作、アクションとしてこう、新作が発売されて、スイッチにも移植されたって流れたな。あ、ハックロムじゃないな。パチモンだな。ギアナシスターズ。スーパーギアナシスターズだっけ確か。あの兄弟をくたばったキャッチコピー。そうそう。スーパーマリオにこう、喧嘩売ってるような、作品だったんだけど、ちゃんとね、独自の シリーズとして、こうね、独り立ちして、こうしてね、普通に、新作が配信されてるってわけだな。ギアナシスターズ。で、明らかで、キングオブファイターズ2002が出て、スーパートレジャーアリーナ。これはやってないな。プリティア。ゲイングランド。セガのね、名作アクションシューティング。でもすげえ難しいやつ。あの兄弟頻繁にくたばってない。確かに。確かに今、しょっちゅうくたばってるけどさ。1アップ機能があるからな。ゲイングランドね。仮想空間を舞台にした脱出アクションシューティングでね、登場キャラクターが20人いて、全員こう性能が違うっていう、そう、 BGM はかっこいいんだよね、ゲイングランド。結構これ先鋭的なシステムだよね。だから VR 空間だよね、今で言う VR 空間を舞台にいろんなキャラクターたちが脱出を目指して戦っていくってやつだよ。で、これ一回PS2 でリメイク版もね、発売されて、セガエイジス2500っていうシリーズで、それはね、D3 パブリッシャーと、セガが共同で展開したシリーズがあって、そこでもあったんで、ゲイングランドは。で、ゲイングランドは確か、この、セガエイジス版が初移植だっけ？メガドラ版とかさ、そういうリメイク版はあったんだけど、オリジナルの完全色ってこれが初めてだったよね、ゲイングランド、リッチ版が。あ、で、アルアの覚醒。これもう、1月かこれ。うん。アーケード版の完全移植は初めてだね、このスイッチ版が。ちょっと待って、じゃあこれストップだ。はい、これストップ。2018年が終わったので。アルアの覚醒もある、これ、クリア済みで面白かったけど、これは次回に回そう。ああ、やべえな、やっぱり。1ヶ月1時間はきついな。1ヶ月、結構俺、負けでやったつもりだったけど、全然終わんねえな。いや、1ヶ月のつもりじゃないんだけど、当たるソフトが多すぎてさ、本当はもっとこうスピードを上げていく。いやでもほら、2018年の12月はめっちゃ多かったから、もうほら、1月はこの1ページでほとんど全部じゃない。単純にだから2018年の12月が多かったんですよ。次回はもう、あ、でも結構語りたいゲーム多いな。偽りの黒真珠とか来てるもんな。トラビス、ストライク、アゲインなんかも1月だもんな。よし。じゃあ、以上。はい、終わり。振り返り配信終わりだよ。次回はやっと2019年が始まるよ。はい、じゃあ次回ね。また次回お会いしましょう。よっと。明日は、動画のタイトルなんかは後で編集しとくわ。ああ。疲れた。再生リストも作っとかないとな。明日は、PC エンジン配信ね。
明日どうしようかな。動物の森の配信時間変えようかな。まあ一応予定出してるからこれでやるか。最新の予定表出したい。最新の予定表出したい。どこ行った？ない。都県クリアするのか。いやクリアはちょっと。ただ明日ほら日朝があるからさ、朝やるのはちょっと大変なんだよな。あ、これは古い画像ね。これ画像が古いから最新の画像をちょっと持ってきたかったんだけど残念。朝の7時。俺ちょっと今日は動画の作業とブログの更新があるからギリギリまで寝たいんだよな。一朝ギリギリまで俺寝るから。あ、そっか、かぶってもうやんのかな。かぶり場さんがまだ来てないんじゃないか。無人島だしな。まだある程度ゲーム進めないと来ないんじゃないか。明日は5番勝負か。5番勝負気が重いな。一応の昼やるのも悪くねえかな。休日だしあれか、昼間からやろうかな。わかった。じゃあ明日は昼間の3時から昼間の3時からぶつ盛りやって21時から PC エンジンミニ平身ね。それでいこう。たまにはねおやつの時間にやろう。おやつ時にね。愛中、また明日お会いしましょう。結構疲れたな。あと明日は21時の配信までに動画レビューを更新するんでよろしくね。愛中。